い、付き合ってると思いますよ。いつも一緒にいるし、そうですよね。いつだろお祭りの日からじゃないですか？う。ああ。お祭りの日、一緒にタクシーで帰ってましたから。あれで急接近したんですよ。大丈夫ですよ。加賀見先生とは前から知り合いなんです。加賀見先生の実家、ケーキ屋さんなんですけど、私高校生の時そこでバイトしてたんです。そうなんだ。興味ないですか？別に。でも好きなんですよね。何それ。俺が百瀬さんのこと好きだっていうの？うぬぼれてんね。じゃなくて、加賀見先生のこと好きなんですよね。何言ってんの？いつも見てますよね、加賀見先生のこと。マジで何言ってんの？違うんですか？違うし。じゃあいらないんですね。何を？好きじゃなかったらいらないですよね。だから何を？加賀見先生の大学時代の写真、こんなのもありますよ。ハロウィンの時の仮装した写真、ハリポタの。でもいらないですよね。好きでもない先輩の昔の写真なんか。いや、かわいい。あります。私この前見ちゃったんです。西尾先生の携帯の待ち受け、ももちゃんでした。それは決定的だわ。本当にそれ待ち受けにするんですか？私写ってるんですけど。この顔がいい。それに他にも人が写ってる方がバレないし。それハロウィンの時の写真なんですけど、加賀見先生子供と間違われてました。加賀見さん童顔だもんね。の話知ってる？内視鏡で加賀見さんが患者さんに点滴しようとしたら患者さんが怒ったっていうやつ。ああ、去年ですよね。職場体験の中学生だと思われたやつ。そうそう、それ。もうエピソードがさ、いちいち可愛いよね。ですね。この前なんかさ、先生、うち着きました。そっか。駅前にエアっていうカフェがあるんですけど、そこで待っててください。そういえば、2人がカフェでお茶してるとこ見たことある。確かお祭りの日だったと思うけど、私が異物除去終わってからカフェ行ったら、2人楽しそうにお茶してたもお宝しかない。SD カードも持ってきたんで、好きな写真選んで入れてください。あげますよ。いいの？はい。どうしよう。全部欲しい。私があげたって内緒ですよ。これもいいな。これもかわいい。どこが好きなんですか？加賀見先生の。まあシンプルに顔。あとね、加賀見さんって医学部首席で卒業しててめちゃめちゃ頭いいんだよ。なのにちょっと天然っていうギャップがめちゃめちゃ可愛いんだよね。あざといってこと？違う、天然なの。ああ、そうなんですね。そう、天然なの。ふふ。本当はさ、ずっとこういう話したかったんだ。
誰かと。いつでも聞きますよ。付き合ってるでしょう。だって内視鏡でいつもくっついてますもん。それはお前だ。離れろ、あゆかは。え、無理無理無理。大丈夫ですよ。無理だよ。ももちゃん言ってよ。私が言うんですか？西尾先生とご飯行ってくださいって？変でしょう。じゃ、ももちゃんも一緒に行こうよ。え？ああ、いいですよ。鏡先生。顔知ってる。この前3人でファミレス行ったじゃん。はい。あの時鏡さんの方から手つないできたんだよ。え？向こうもその気あるってことだよね。あー、うん、だったらいいんだけど。温泉ですか？そう、私の同級生が温泉旅館経営しててリニューアルオープンに招待してくれたんだけど、お友達も一緒にどうぞって言ってくれて、だから阿部ちゃん一緒に行かない？行きたい。じゃあ行こうよ。はい、嬉しい。すごいいいとこだよ。そうなんですか？楽しみ。あ、本田先生、行きます。絶対に行きます。行きましょう。南さん明日温泉行かないの？はい、小島ちゃんと南さんが推しのライブに当選したから、代わりにあゆちゃん先生と北山先生が行くことになったらしいですよ。でもさ、南さんが招待されたんでしょ？あ、でも向こうの人は大歓迎ですって言ってくれてるらしいですよ。じゃあ結局誰が行くの？私、阿部さん、本田先生、北山先生、あゆちゃん先生、西尾先生です。変なメンバーですね。あ、鏡先生当直で残念でしたね。うん、でもドライブ行く約束してるから。あ、そっか、ファミレス行った時約束してましたね。うん、俺さ、その時に告白しようと思ってんだ。え、本当に？うん、頑張ってください。うん、ありがとう。いいな、好きな人に告白できて。そういえばももちゃんって好きな人いないの？いますよ。え、誰とか聞いてもいい？高校の同級生です。へえ、高校の時から今もずっと好きなの？はい。そうなんだ。今相手大学生？はい。え、高校の時告白しなかったの？はい。なんで？ずっと友達でいようね。イギリスの大学行くって知ってたから。うまくいったとしても遠距離になっちゃうし、だったら友達のままでいいかなって。その方が帰ってきた時に気軽に遊べるし。何それ、そんなの告白してみないと分かんないじゃん。友達のままでいいとか絶対嘘でしょ。それってさ、ただ単に告白する勇気がなかっただけでしょ。思い切って告白すればよかったのに。ももちゃんなら絶対うまくいったよ。なんでそんなこと言うんですか？え？私、
今まで先生のこと否定したことありますか？え？ただただずっと応援してきましたよね、先生のこと。なのにどうして私のことは否定するんですか？ごめん。勇気がないって自分はどうなんですか？ご飯誘ったのも私、ドライブ行くように言ったのも私、告白だってまだしてないじゃないですか。それって私より勇気があるんですか？自分だけが正しい恋愛してるとでも思ってんですか？全部人にお膳立てしてもらっといて、よくそんなこと言えましたね。ごめん。帰ります。明日遅れないでください。別に来なくてもいいけど。ももちゃん。あ、ももちゃん来てたんだ。あ、ももちゃん泣いてた？なんだ、どうした？ももちゃんと西尾先生、昨日まであんなに仲良かったのに喧嘩？喧嘩した？なんかももちゃんサングラスかけてるし、いや似合ってるけどね、可愛いけどね、でも絶対泣いたよね。西尾先生も全然喋んないし、せっかくの温泉旅行がめっちゃ険悪ムード。本田先生。ん？ももちゃんと西尾先生喧嘩したんですかね？そうじゃない？全然喋ってないし、席も離れてるし。ですよね。あー、やだな、雰囲気悪いの。いいな、彼女と喧嘩。本田先生、ポッキー食べます？いや、今いらない。え、じゃあポッキーゲームします？なんでだよ。いいじゃないですか、やりましょうよ。なんでだよ。このままずっと旅行中も喧嘩したままかな。このままずっと旅行中も彩川が離れないのかな。先が思いやられる。高評価してくれたらめっちゃ嬉しいですよね。うん。チャンネル登録してくれたらめちゃめちゃ嬉しいですよね。うん。てか YouTube って、てかスネアちょうだい。すいません。